確定させたいですよね。はい、じゃあこの1曲だ。沢崎はこの1曲で決めに行きたい。8000で上がり100点届かない。はい、今ハツチの統一でしたね。ちょっと上がりたい、上がりに行きたくなっちゃいますね。え、1通できてるんですけど、ほとんど、え、嘘でしょ。ウーマンだけだ。ウーマンだけ。しかも3ピンドラ1枚持ってる。さあ水原もそこそこ整ってます。ちょっとウーマンあんまりすいませんでした。ウーマンこの人は萩原、赤ウーマンしかないの。ウーマン1枚だもん。これ一生出ないですよね、だってこのウーマンは一生出ないですね。陳列、陳列ありますね。他のパースを外しながら様子見か。ドラの3ピン1枚持ってるのが気になります。いやこれ久瀬選手も初中本一ドライツ狙いに行きますわ。本一コンサルタントここでこれ大変ですね、このオーラス大変だ。そして飛び込んだら致命傷ですよ、水原沢崎両方とも、はい。いやこれでも初出ますね、リャンピンも出ますね。なんならまずポンですね。使えないですよ、ここは水原上がりに行こうとしてるが、え、久里さん動くんですかと。しかも見るからにピンズの本一始まりましたね。6ポイントで初ポン1万2000ぐらいありそうですね。4000オールは全然仕切り直しなんでいいんで、とにかく補充しないことと、うん、あ、いった、これは怖いけど行きましたね。手配は短くするが、もう自力で決めに行こうという水原の強い意志、はい。少し苦しい形も残っていますが、上がりいける、パイレーツらしく上がりいける。ウーピン入っちゃった。リャンピンチーしたらウッパーピン待ちのテンパイ取れますね。これ水原リャンピンいずれ出そうですよ。なんなら先に切りたいですね、ロンだけは耐えられないと思うんで。そうか、表示範囲のリャンピン先に逃がしたい気持ちはありそうです。ロンだけは無理で、初本一ドラ1のまだダメいっぱいでいく、はい、初本一ドラ1 1万2000って言われますよ、はい。沢崎さん降りれないですね、これ。もう降りれないと思います。だってウーマンさえ入ればもうできてるんですもん、条件。ウーマンもう3枚使われてるなんて、うん、いやこれリャンピン先切りたい。リャンピンチーだ。あー切らない、こらえてる。3ピン引いたらいい形ですもんね、っていうことですかこれは。そうですね、チーされたくないっていうわけではないと思うので、うん、自分の上がり効率、はい。だリャンピンロンだけは耐えられないんで、早く切りたい気持ちもあるはずなんですよ。チーならまだしも、ロンの1万2000円はもう許せない。許せない、許せない、絶対ダメ。はい、いやこれリャンピン切りたいな。沢崎の手は厄介だぞ。早く切りたい、もう切りたい。いやチューンも、チューンだ、ポンだ、でカンパーピン。ピンズ余りましたね。明確に余りましたね。これとりあえず警戒は高まるし、初チュンポンって、初チュンポンって何よと。白は1枚切れ、うん、水原もう無理だ。水原選手はピンズ何もいけないで、カンパーピンが山に2枚、2枚か、十分じゃないですか。しかもここからの形の変化もある。これ沢崎選手もいけないな、これはもうダメですね。ちょっと迫力がありすぎる久里の手、これ冷静に総付きって降りるべきですね。え、だってしかも沢崎水原目線迫見えてないんですよもうさよならしちゃうってことですか。4万8000でとんでもないことが起こってしまうかもしれないですよね、うん、で実際の萩原は迫1枚も、待って、これはいける、これはいくわ、切っちゃう切っちゃう、これは切っちゃう。なんかさっきまでリーチピンクドライチだったんですよ沢崎選手。ツモ条件なんで、ないですよこれ、ツモ条件、ツモ裏条件だったんで無理だったんですけど、うん、今度はドラドラになったんで条件なくなったんで、積もれば OK になったんで、こわリピンは久里に取ってる。いやいや、あっさり終わるかと思ったら大間違いじゃないですか、はい、これ里はもう自分の手が良かったから稼ぎに行くだけ。ただこれね、流局したら同点って言うと思うんですよ久里選手。そうか、水原に水原に条件残してしまいますね。だから沢崎選手この曲が最後だと思って踏み込んでますね。確かに、待って、ここはでもウーマンがないんですよね。きつい、いやこれは通す、どうするのこれ、通すことは許されるの、これは許されるけど、初チュンポンしてる人と、いや行ったわ、これはもうちょっとチームのみんなと今回だけ許してくれと、一瞬多分顔がよぎりましたよね、はい、4万8000打ったらごめんと、今回は許してくれと。パーピンから枚数でも一緒か。いやこれ水原さんからしたら、おチーって言ってる、ギリギリまで踏み込むんだこれ。チーか、カン、もう何なのこの人たち、サブローピン待ち。
うわーパッピーカッパッピーシンドラウマンです。これ間違いですね。はい、何なら上がれる、上がれるチャンスはものにしたい。 ここ上がりきったらもう絶対的なリードを築いてボーナスタイム。シンプルにリアンパーピンしましたが、サブロッキューピンにする手もありましたね。難しかったな、ね、びっくりした。いやこれ水原さんチーか、これはなんかチーしなくてもよかった気しますね。ただ久里さんが流局した時に伏せてくれる確率を高めようとしてる。そうですね、自分がテンパイだとしたらなおさら久里さん、いや逆か、まあそうですね、どっちだろう。一応自分のテンパイ率上げつつ久里さんが脳天っていう可能性を増やしてる感じがしますね、はい、イメージは。沢崎もきつすぎる、いい間もないですもんね、これ、うん、テンパイすらきついよ。これ泣いたことによってね、切るもんが結構きついんで、ええー。ここは3枚切れ。いやこれ流局は脳天って言いますよ多分。久里は上がりきれないとダメってことですね。リャンピンが1枚、フーピンが1枚、パーピンが1枚、パーピンないか、2枚か、はい、残りツモが久里は、うわリャンピンだ、はい、これはどうしようもないけど、きついよ。これも久里さん開いてくれっていう感じですね、はい、沢崎さんからしたら。いや普通伏せますよねこれ。普通は伏せますけど、この極限の状況なんで2人は自分を逆転してこないと思ったら、この絶好の稼ぎ場と思ったら開きますね。久里の心はもう決まってると思います。え、なくなりましたよヤンパープ。そう1個ずれてた、なくなった。どっち、久里さん稼ぎ場と見るのか、もう確実なトップで帰るのか、どっちですか。どっちだ、どっち、さあどうだ。久里の手は伏せた、確実に割らした。全員の手牌が伏せられました、うん、第2試合トップを取ったのは佐々木久里、手牌を伏せるトップ確定。そして2021-22 シーズン MVP は U-NEXT パイレーツ水原明太となりました。はい、おめでとう。ありがとうございます。沢崎が一番におめでとうと声をかけて握手を交わしました。いやー沢崎さんもあの大量ね離されたときからまさにマムシでしたよね。本当にだってここまでのポイントを追い詰めた過程もすごかった、はい、さあ水原ようやく成し遂げた。いや決して楽なゲームではなかったですよね。そうですね、序盤こそね良、うん、かったんですが、後半手が入らずガン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 攻められて、